これはもう全軍全体にそれ影響するもので、で戦意というのはあの軍団やその武将など個々の状態を表すもので、あのこういった奇襲をやるとその士気もあの下げることができるし、そのここにいる連中のその戦意というのを下げることができて非常に有利な状態を作り出すことができる感じですね。ちょっと武将多めですね。そうですね、ここはちょっとしかもあの神器という女性の武将、あ、これあの劇無双乱舞というですね、随行武将と共に出す必殺技です。うわ、めちゃめちゃいいですね。かっこいい。ありがとうございます。強い。そしてそうです、ね、まあ、これもあの、まあ、何度でも使えるわけじゃないんですけども、はい、あの随行武将とのゲージがあの半分以上になるとあの1回使えるようになるというものです。そしてこの女性の武将を相手にあの容赦なくやってますね、はい、ディレクターがやっております。戦ってそういうもんですからね。そうですね。でここであの、まあ、はい、ゲージ自体はあのもう上削れてるんですけど、はい、まあ、3人まだ武将はこの中にいるんで、はいはい、その武将を今倒し切ろうと、なるほど、いうところで、まあ、やってそうすると制圧ができるっていうところですね。ただやっぱりこのこういうのこういうやっぱ、はい、あ、強いけど、あ、やっぱ強いし、はい、そしてそしてあと、あ、でもね、これまた増えていますね、敵の何ということでしょうか、はい、でこれあの